皆さんこんにちは。テレビアニメ出会いもんにて雪平五日役を演じさせていただくことになりました、ゆうきこづえです。よろしくお願いします。テレビアニメ出会いもんはですね、京都の老舗和菓子店緑昌で繰り広げられる人と人を和菓子がつなぐ心温まる絆の物語です。私が演じる雪平いつかちゃんは生粋の京都っ子ということで、神奈川県出身の私はですね、京都出身の皆さんに京言葉を教えていただきながらアフレコに臨んでおります。そこでこの動画では皆さんにも私と一緒に京言葉にチャレンジしていただきたいと思います。それでは私がいつもお世話になっているはんなり講師のお二人をご紹介します。どうぞ。こんにちは、はんなり講師の上田ひとみです。よろしゅー。わー皆さんこんにちは。同じくはんなり講師の伊藤愛沙と申します。よろしくお願いいたします。先生濃いねちょっと濃くてびっくりした。はんなり講師ということでね、こんな感じでしょうか。こんな感じで、じゃあアフレコ中も教えてもらってましたか、はい、先生にはこんな感じで。そうですね、アフレコ現場ではそうですね、なんか事前にガイドをいただいてそれを聞いてから行くんですけど、やっぱり収録ってなると緊張したりしてアクセント違ったりとかすることもあって、その時にお二人にはここはこうだよとか教えていただいてました。うんうん、そうなんですよ ね原作のね、先生、浅野先生がアフレコをもう全部聞いてくださって、オンラインで参加してくださったんです、んですよ先生が。で、ここのアクセントをこうしたいみたいなのを私たちが受け取り、役者さんにお伝えするという役割を交代交代で協力してやらせていただいてました。お世話になりました。あ、こちらこそありがとうございました。全然お世話なんてしていません。めっちゃすごいんですコズピーは。コズピー、私もう今日びっくりしちゃいました。何びっくりしたの。私てっきり関西出身だって思い込んでて、いや全然かな、もう生まれも育ちも神奈川県です。すごい、何もだって言うことなんて全然何もなかった。だからもう関西ご出身だから安心だって思ってたぐらいね、お上手だから。もうガイドを死ぬほど叩き込んできたけど、めちゃくちゃ勉強してアフレコに臨んでたんです彼女は。すごいです、本当にすごすぎます。ありがとうございます。ちょっと先生出てますね、反応が。はんなりは出していかなきゃと思いまして。それでは私の頼もしいはんなり講師のお二人に京言葉を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。お決まりやす。テレビアニメ出会いもんスペシャル動画企画、京言葉はんなり講座。はい、ということで今回は私上田ひとみがはんなり講師としてお伝えしていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、初回ですので、ゆきさんにはコズピーには挨拶をマスターしていただきたいと思います。はい、挨拶、例えばおはようございますだったらおはようさん。おはようさん、あ、いいですね。おはようさん、はい、次さようならだったらさいならみたいな。さいなら、さいならさいならさいなら、そう、今のはちょっとコテコテでやったらあんな感じになるよってやつですね。さいなら、はい、次はありがとうですね。はい、ありがとうは大きにって言います。大きに、はい、この大きにはかなり私は奥が深いと思っています。どういうことですか。これ私の周りだけかもしれないんですけど、こう大きにっていうのと大きにっていうのとではちょっと違うと思いませんか。違うよね。でも何が違うの。どう、なんか木の音が強くなることによってちょっと何和感が出てしまう気がするんですね。大きに、うん、あ、本当だ。大きにっていうのと大きにってちょっと上がるのとではちょっと違うんですよ。だから京都弁っぽさとか、大阪弁っぽさっていうのの違いがこの微妙な音の高さだと私は思っております。なるほど。そうなんです、この4文字難しくて。難しいですね。私が言う時もめちゃくちゃ緊張します。確かに。そんな難しいちょっと大きにはね、コズピーには今回マスターしていただきたいと思います。頑張ります。頑張ってください。じゃあリピートアフターはんなり。大きに、大きに。あ、いいですね。でもまだ足りない、まだはんなりが足りない。大きに、大きに。もっと足りない。
まだ足りない、いけ、おおきに、もっといける、おおきに、もっといける、おおきに。いや、めちゃくちゃいいですね。いや、めちゃくちゃいいんですけど、まあ、せっかく講師やってるんで、まあ、こういうことをこういう感じでね使うといいですよっていうちょっとナチュラルな例をちょっと上田もやってみたいと思います。お願いします。はい、えーもんくれはってほんまおおきに、みたいな感じですかね。えーもんくれはって、はいはいはい、あ、やる気に満ち満ちている、頑張ります。はい、じゃあコツピーもぜひおおきにちょっといただいてよろしいですか。いきます。はい、えーもんくれはってほんまおおきに、えーもんくれはってこんな感じでやってました。はい、もん、まあいいや、ほんま大きにだけいただいていいですか。せっかく、はい、せっかくだから、ほんま大きに、いいけど、もっとはんなり、ほんま大きに、もっとはんなり、ほんま大きに、もっとはんなり、ほんま大きに、もっとはんなり。ええもんくれはってほんま大きに、いや素晴らしい、ありがとうございます。完璧です。大丈夫でしたか。大丈夫、ありがとうございます。よかった、すごい、パッと言われてあそこまでできるんだね。難しい、ありがとうございます。いや、できてましたよ。緊張した。あ、うん、じゃあ、あの、うん、こちらにスタンプをいただけますか。いいでしょう。 ありがとうございます。次はね、あの癖の強いあの綾瀬先生がやってきてくれるから、ぜひ二人で楽しく京都弁学んでください。頑張ります。うん、ほな、さいなら。